午後亭は武藤彩子選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。船橋どのような状況でしょうか。出足中心にいいと思います、はい、もう変わらず。そうですね、変わってないです。何か上積み欲しいなという部分は。そうですね、伸び、ね、外枠なんで、はい、伸びをつけたいんですけど、はい、まあ、つかなければ思い切ったコース取りしたいと思います。なるほど。伸びはじゃあ何か作業は考えてますか。そうですね、明日考えます。明日考えますか。一晩。はい、じゃあコースも気になるところですけれども、まあスタートについては、スタート早いのは いかないですけど、はい、まあ、マイペースで一定マイペースで、うん、スローからでもダッシュからも、ね、はい、はい、じゃあ明日は楽しみですね。そのあたりもですね、うん、そうですね、はい、それでは最後にファンの皆様に一言お願いします。はい、精一杯走りますんで応援お願いします。